懲戒免職となったのは公立中学校に勤務していた27歳の女性の養護教諭です県教育委員会によりますと女性の養護教諭は去年男子生徒の相談を保健室で受ける際生徒を抱きしめたりキスをするなどの行為を複数回行ったということです男子生徒の保護者から校長に相談があり発覚しました女性教諭は 自分から進んで行ったことはないが不適切な関係を続けてしまったと話しているということです三重県教育委員会の福永和伸教育長は教育公務員としてあるまじき行為であり重く受け止めていますと謝罪しました